なんだかん。どうもロケット団のまたです。今回の動画はこのビシャス先輩も愛用しているハッサムを使ったお一人様に厳しい最強ミュウツーレイドの動画になります。私のようなね、このポケモンを一緒にやる友達がいない孤独なロケット団員に希望を与えればだと思います。まずはハッサムの方の紹介から。持ち物は貝殻の鈴、 HB ハッサムですね。はい、なんかこの HB に振ったら勝てたんで、もうこれ以上別に追求してませんが、なんかね、いい努力値配分みたいのがあるんでしょうけど、まあちょっと僕はもうこれでいいです。特性はね、この虫の知らせにしていただければと。ハッサムなんてね、ハピナスレイドの時に紛れ込んでましたんで、多分ロケット団員の皆さんならたくさん捕まえてるんではないでしょうか。だからテラピーツもね、買えなくて済むと。多分虫テラってハッサムぐらいね、手持ちにあるかと思いますね。ちょっとボックスの中探していただければと。あまり私は最強レイドに興味ないんですけどね、まあ、今回はミュウツーということでね、まあ一回電気玉欲しさに宿敵のピカチュウを倒した以来の最強レイドの挑戦になるということで、まあね、ミュウツーはね、このロケット団ポケモンの中でも最強クラス。このポケモンはね、もうさすがに捕まえておきたい。もしね、捕まえれば幹部昇進、支部長就任、いい感じということで。ロケット団ポケモンでね、倒せる子がいないかね、こっち何回か試そうとしたらね、案外すぐね、この HB ハッサム3回目ぐらいかな、 HB ハッサムでいけないかなと思ったらね、これ倒せたんで、まあちょっとね、紹介できればと。早速ね、孤独なロケット団員がどのように倒しているのか順を追って説明していけたらと。何箇所かロケット弾ポイントがあるんで要チェックですよ。まずね、普通にノラレードでハッサムを使おうとするとね、ミュウ以外にね、人権はないと言わんばかりに弾かれます。なのでね、この運営からもらったね、君だけの、あなただけのミュウでしたっけ、をね、このおとりにしますね。まずこのゴレベので、そしてこうチェックがついたらハッサムに変えて、ミュウ以外にも人権があることをね、分からせますと。これでうまいこと潜り込んでね、野良で周回するっていうのが可能です。我ながらね、ロケット弾すぎるやり方ですけど、まあ、これじゃないと弾かれちゃうんでね、まあ、そして、まあ、いざ始まったらね、うまいこと潜入できましたら、まあ、光の壁をまず張りましょう。それでできれば自分で張りたいところですね。まあ別にサポートのミュウの方が張っていただいても、まあ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 安定はしないかな、わかんないけど。で、まず光の壁を張って、その5ターンの間にね、この虫の抵抗、そして研磨の順でね、隙を見て積んでいくと。虫の抵抗が順位度は高いですね。でミュウを使うね、皆さんはね、この誰の入れ知恵なのかわかんないですけど、虫の抵抗からやってくれるんでね、まあ、それに便乗しましょう。その間に壁を張って隙を見て研磨を積むと。で、大体ね、ミュウ2の特攻が3段階ぐらい下がったらね、もう研磨するっていうのが、まあ結構安定してますね、僕がやってる感じだと。そしてこのね、ハッサムを使うメリットもね、このミュウサイドにはね、実はあるっていうことがね、やってて分かったのはね、まずね、ハッサムはね、吸血ミュウよりね、火力が出る、純粋に。だからミュウサイドの皆さんはアタッカーだなって一目で分かるんですね。俺はもう素晴らしいんじゃない。ミュウ4体だとさ、誰がサポートすんの、誰がアタッカーすんのみたいな、様子を伺いながらね、なんかやんなきゃいけないのがちょっとめんどくさいということでね、まあ、サポートミュウを使ってノラで周回する方とこの相性がいいですね。そしてね、もう一つ、先ほど火力が出ると言いましたけど、ノラだとね、ラグのせいかね、エレキフィールドを貼っていただけるミュウが結構いるんですけど、ちょっとタイミングがずれてね、ミュウ2が眠って全回復なんてことがね、すごい多々あります。そうなった時に巻き返せます。虫の知らせ研磨6段階シザークロスがバカ入るんでね、一発で回復しますし。でも残念ながらね、このハッサムでもね、負ける時がたまにあります。ここで注意ポイント、サイコブレイクの連続救助耐えれないです。はい、まあ、これはまあミュウも耐えれないんじゃないかな。ちょっとミュウ育ててないんでちょっとわかんないですけど、耐えれんのかな。なんか能力上昇してたしね、ちょっとわかんないです。まあ、そしてね、2つ目はね、この仲間のミュウがね、この2回なくなったらちょっときついね。まあ、2回なくなって、なおかつ眠りで全回復されたらマジできつい。
マジできついってか無理です。2回お亡くなりになったぐらいだったらまだまだ巻き返せる。エレキフィールドさえあれば、まあ、これもねこの時間との勝負になってきますね。まあ、残り時間が半分ぐらいあったらまあいけるかな。半分切ってるともう無理かな。諦めて方がいいですかね。まあ、そして3つ目はね、あの基本ハッサムを使うとね、この波動弾とねサイクルブレイクしか飛んでこないんですけど、ほんとごくたまにねあのミュウツーあの気分変えてねあのレイビー打っていきますね。まあ、そこで凍らされてね、なおかつねこのエールがないとねちょっと運勝負になってしまうっていうね。なんかあの最強ミュウツーのこの凍らせ方異常ですよねこれ。だいたい2発食らったら凍るんだよな。まあ、その3点をね、頭に入れておきつつね、周りのミュウさんとあの動きを見ながらプレイすれば普通に勝てるのでね、ぜひこれを見てるロケット団の皆様の力になれればと幸いです。そしてゲームフリーク様、いつもお一人様ユーザーには優しいのにね、今回のミュウツは一人じゃ勝てないですよこれ、強すぎる。まあ、ちょっとね、まあ、なんか天然のポケモン、天然のロケット団がいればまあワンチャン、まあだからね、コロモリとかですね、僕がまだちょっとコロモリ内定してないんで、まあ、コロモリいたらいけたかな。ちょっとね、お一人様ロケット団にちょっと厳しいですね。まあ、こうソロでもね、このギリギリ倒せるぐらいのね、この神調整ね、ロケット団レイドをね、今後はね、期待しております。この願いをね、増田に届けと。強く言わせていただきます。増田見てるか？頼むぞ。それではね、皆さん、9月18日のね、このミュウツーレイド終わりまで、1日1回倒して、パッチ狙いましょう。ね、パッチ集めていい感じということでね、お一人様に幸あれ。ご視聴ありがとうございました。